こんにちは。引き続き、イザベラ・バード著、朝鮮紀行より、李氏朝鮮末期の様子をご紹介します。前回までは、町の様子や農村の人の様子、王族たちの様子などが描写されていました。それ以降は、国家として運営もままならない政府を近代化させるべく、日本は改革させようとします。バード滞在中の1893年から1897年は、まさに激動の時代でした。秦の属国という旧体制の時代から混沌の時代に投げ込まれ、動揺と混乱の中で右往左往する朝鮮の国をバードは克明に描いています。 1. 恋語農民戦争の勃発。朝鮮南部で発生した同学党の蜂起は、当初は首都ソウルに住む人々や中流外国人にとってはあまりピンとこないものだったようですが、意外な反乱軍の活躍や日本軍や清国軍の派遣といったニュースが次々に入ってくるにつれて、王宮も市民も浮き足立っていきます。特に日本軍がとても自国民保護に止まらない行動を取り出すと、清国人は特に混乱状態に陥り逃げ出してしまったそうです。なんと好都合な干渉の口実を同学党は日本に与えてしまったことか、朝鮮にとって国の存亡に関わり外交的に最重要な意味合いを持つ疑問は、日本の目的は何か、これは侵略ではないのか、日本は敵として来たのか味方として来たのかであった。極東政治情勢の学徒なら誰しもこの日本軍の巧妙かつ常軌を逸した動きが、サイモッポやソウルの日本人街を守るために取られたものではないことと言って、朝鮮に対して取られたものではないことが分かっていたはずである。日本が何年も前からこのような動きを計画していたことは疑問の余地がない。朝鮮の正確な地図を作り、資料や食料についての報告書を作成し、河川の幅や浅瀬の深さを測り、3ヶ月分もの米を朝鮮で備蓄していたのだから、どう見ても日本は朝鮮において完璧に清国の裏をかき、清国人の間にはパニックが広がった。日本軍がソウルに現れるや、清国便利公使館、清国領事館関係家族の女性30人が帰国の途につき、私がサイモッポに到着した日には800人の清国人がこの港を立った。この日私が泊まっていた清国人経営の旅館は興奮のるつぼで、省略不断は静かで控えめな従業員たちが不安に顔を歪めて私の部屋に押しかけ、どんなニュースを仕入れたか、一体何が起きているか、清国軍は今夜こちらに着かないか、イギリス艦隊は助けに来てくれないのか、とうとうと聞いた。省略その間にも、厳格に統制された折り目正しい小人の外隊は着実にソウルへと進軍しつつあった。情勢が緊迫する中、バードは副領事の忠告を受け満州に退避することになります。2. 日清戦争勃発。バードが叙述している日清戦争勃発に至る経緯は、我々が世界史で学ぶ内容と一致します。すなわち朝鮮軍は同学党の軍に敗退を重ね、朝鮮国王は清国に援軍を求める。清国は日本に朝鮮に進駐する旨を伝えると、同日日本も朝鮮に進駐すると通告。朝鮮国王の要請により日本清国の両軍の撤退が提案され、清国は受けるも日本は延期を要請。そして王宮を吸収し国王を幽閉し、国王の父大院君を担いで支配権を握らせた。その後日本の巡洋艦なにわが清国兵を乗せたイギリス輸送船を撃沈。その4日後には阿山の戦いで日清両国の陸軍による戦闘が行われ、宣戦布告がなされた。当時バードは奉天に滞在していたのですが、戦地に向かう清国兵を目の当たりにし、その装備のお粗末さ、戦意の低さを描写しています。奉天に向かうすべての道路は兵士でごった返した。行進とは、ほど遠いだらだらとした歩き方で、10人ごとに絹地の大きな旗を掲げているが、近代的な武器を装備している兵はごくわずかしかない。正確無比の村田式ライフル銃を持っている日本軍を相手に、このような装備の兵を何千人も送り出すのは殺人以外の何者でもない。兵士もそれを知っていた。医療設備も救急隊もなく、傷病兵は、身ぐるみ剥いで置き去りにするのが清国の習慣で、傷病者には用がない。兵端部は全く無能であるばかりか、とんでもない不正を働き、物資が集められても請負人がそれを売って自分の儲けにしてしまう。
したがってあらかじめ用意された食料や飼料はほとんどなく、ほんのしばらくで兵士たちは勝手に物を盗み出し、馬や輸送用のラバを食べ始める。一方で平壌で死亡した左方騎将軍が率いる軍はよく訓練され秩序正しかったようですが、彼らが去った後は再び奉天に無秩序が戻ってきたとされています。奉天を立った最初の軍隊の中に騎兵5000の奉天旅団があった。これを率いる左将軍は勇敢かつ熟練した武官で、恐れられると同時に信頼もされていた。彼が平壌で敵兵と対して倒れた時、その死は隊の士気をくじき、日本軍は石踏みを立てて彼を称えた。左将軍の率いた旅団は統率が行き届き、高度に訓練され、全般的に武装状態も良好だった。左将軍が規律正しい旅団と共に出発した後は無秩序がはびこり、頼りになる兵士がわずかしかいない高級将校は自らの身辺を警戒するようになった。その後バードは奉天を離れ、長崎経由でウラジオストクに赴き、ロシア帝国のシベリア鉄道の野望を垣間見、ロシアの支配下でキビキビと働き、豊かに暮らす朝鮮人を目の当たりにします。そして再び朝鮮に戻ってきますが、日清戦争終了後は特に釜山やウォンサンなどの港町は日本人の天下になっており、清国人街は静まり返っていました。日本は朝鮮で支配的な立場に立ち、とうとう1895年1月、井上馨伯爵は朝鮮国王に清国への従属関係の破棄を迫ったのでした。バードはこの時の破棄宣言の儀式にも出席しています。日本はその後権勢を誇った敏氏一族を公職から追放し、政治改革に着手していきます。バードは日本が主導する改革については期待を含めつつも、日本側の融通の利かず強引で柔軟さに欠ける手法については非難しています。これでは朝鮮人が日本人へ反発するのは当然であろうと言わんばかりです。政治腐敗はソウルが本拠地であるものの、どの地方でもスケールこそそれより小さいとはいえ、首都と同質の不正がはびこっており、勤勉実直な階層を虐げて私腹を肥やす悪徳管理が跋扈していた。このように堕落しきった朝鮮の官僚制度の浄化に日本は着手したのであるが、これは困難極まりなかった。具ある日、首都に住む朝鮮人の嗜好品の一つ、長さ3フィートのキセルを廃止すると布告があった。別の日にはソウル周辺のハゲ山を修復するために松を植林することを命じる改名的な法令が載ったかと思うと、別の日には清国人を朝鮮国内からいびり出すための嫌がらせとしか思えない煩雑で強硫の法令がずらずらと載った。クリンキオ編の際に欠けたのは日本の重大な手落ちだった。1894年7月に王宮を包囲して国王の身柄を拘束した事件は、たとえ政治上必要だった真意は測りかねるが、としても国王の尊厳を損ねたことに弁解の余地はない。かつて陰謀を働いた者を高官の地位に無理やりつけたのは重大な過ちであり、長キセルの廃止や宮廷服その他の衣装の改変、社会風習への干渉、そして砂末で煩わしい制約や規則といった柔軟性のないあり方は、新しい体制に反対する人々の敵意を募らせたのである。その後バードが懸念した通り、日本側の柔軟性を変えた強引な進め方は続き、ビンヒ暗殺事件が起こることになります。3. ビンヒ暗殺事件。ビンヒ暗殺事件イツビ事変は、日本公使三浦五郎の計画のもと、朝鮮守備隊、朝鮮訓練隊、日本守備隊、日本警察らによってビンヒが暗殺され、遺体が焼かれた事件です。事件の背後には日本と結んだ大院君とビンヒ勢力の宮廷対立があり、ビンヒは勢力回復のためロシアと結ぼうと画策し、焦った三浦五郎の指示により殺害されたというのが定説となっています。バードの文には大院君とビンヒ勢力の対立については記載がありますが、ロシアとビンヒの関係については説明がなく、起こった出来事の伝聞とその後の人々の反応が綴られています。以下は事件翌日の国王コウソウの描写です。その日は各国公使が国王に謁見した。国王はひどく動揺しており、時といてむせび泣いた。王妃は脱出したものと信じており、自分自身の身の安全をひどく案じていた。何しろ国王は暗殺者の一団に囲まれており、その一団の
中でも一番非道な存在が自分の父親だったのである。慣例を破って国王は各国公使の両手を握り、今後さらにこのような暴動が起きないよう国王派に好意的な人々の協力を仰げないものか頼み込んだ。市井の人々はこの事件に日本が主体的な役割を担っていると気づいており、噂をし合っています。破綻なく遂行されたこの陰謀と無防備な女性を虐殺するという行為の裏には恐ろしい疑惑が潜んでおり、事件以降数日間に刻々と膨らんだその疑惑は確信へと強まっていた。人々は暗黙の了解ごとのように朝鮮人以外の人間が陰謀を計画したのだ、朝鮮人以外の手が王妃の命を奪ったのだ、惨劇が起きた間国王の住まいを警護していた保証は朝鮮のものではない制服を着ていた、王宮内でひらめいた剣は朝鮮のものではなかったと囁き合った。日本政府は公式に事件への関与を否定。裁判所の判決文によると、三浦大使の教唆により王妃殺害を決意し、そのために仲間を集め中略他の14名に対して王妃殺害の指揮を取ったとあり、政府の関与はないものの日本公使が指導したことが認められています。これに対しバードは日本は大いにその威信を傷つけたと指摘します。日本にとって東洋の先進国たる地位と威信をこれほど傷つけた事件はなく、日本国政府には同情の余地がある。というのも事件関与を否定したところでそれは忘れられ、王妃殺害の陰謀が日本公使館で企まれたこと、銃と剣で武装して王宮襲撃に直接関わった私服の日本人の中には朝鮮政府顧問官が数名いたこと、その他にも日本の守備隊は別にして日本公使館と関係のある日本人警察官や総司と呼ばれるものも含めて総勢60名の日本人が含まれていたことがいつまでの人々の記憶に残るからである。実際に林飛暗殺はその後民衆レベルで反日機運を盛り上げ、騎兵闘争の口実にもなりました。今では日本に抵抗して悲劇の最後を遂げたヒロインとしてミュージカルにもなっています。日本の非道者を表した事件として未来永劫を語り継がれるに違いありません。実際に当時から朝鮮人は日本人のことを打轄のごとく嫌ってはいましたが、当時の日本軍は友好的に接していたようで、嫌いではあるが認めざるを得ないという当時の朝鮮人の態度も記されています。その後の占領中、日本軍は身を慎み、市内及び近郊で得られる物資に対しては全て順調な代金が支払われた。日本兵を激しく嫌ってはいても、人々は平穏と秩序が守られていることを認めざるを得ず、また日本軍が引き上げれば訓練隊がのさばることもよく分かっていた。訓練隊は日本人から教練と武器を受けた朝鮮人の連隊で、すでに人々に暴力を振るったり物を盗んだりし始めており、行政当局に公然と反抗していた。